木や長の木の林の下を深い関ヶ原から流れていました。岸には茨やつゆ草の種がいっぱいに茂り、そのつゆ草の十本ばかり集まった下があったので考えるのうちがありました。それから林の中の奈良の木の下に文ガエルのうちがありました。林の向こうのススキの陰にはベンガエルのうちがありました。3匹は年も同じなら大きさも大抵同じ、どれも負けず劣らず生意気でいたずら者でした。ある夏の暮れ方、考える、文がえる、弁がえるの3匹は考えるの家の前に爪草の広場に座ってくもみということをやっておりました。一体帰りの子はみんな夏の雲の夢を見ることが大好きです。実際あの真っ白なプクプクした不動の置物のような雲の夢は誰の目にも立派に見えますが、帰りの子には特別それが見事なのです。眺めても眺めても飽きないのです。そのわけは雲の目というものはどこか変えた頭の形に似ていますし、それから貝のカエルの仲間に似ています。それで日本人ならばちょうど花見とか月見とかいうところ、カエルどもはくもみをやります。どうも実に立派だね。だんだんペネタ型になるね。ペネタ型というのはカエルどもでは大変高尚なものになっています。平たいことなのです。この頃ヘロンの方ではゴム靴が流行るね。ヘロンというのはカエル語です。人間ということです。ゴム靴を一足工夫してくれないか。形はどうでもいいんだよ、僕がおしらい直すから。あ、いいとも。明日のままでにはきっと持ってやるよ。そっか、それはどうもありがとう。ではお願いするよ。さよならね。
いかにも疲れたらしく、目をとろんとしてはーっとため息をついています。けれども考えるは、その立派なボモツを見てはもう嬉しくて嬉しくて口がむずむず言うのでした。お嬢さん、こんばんは。僕に何か用があるんですか？なるほど、そうですか。よろしい、承知しました。それで、日はいつにしましょう、式の日は。8月2日もいいわ。それがいいです。いよいよあさってが結婚式。
式という日の明け方、考えるは夢の中で見ました。今日は僕はどうしてもみんなのところを歩いて、あさっての式に招待してこないといけないな。ところが、その夜明け方から朝にかけて、いよいよ雨が降り始めました。林はガーガーとなり、考えるのうちの前の冷たさは薄濁った水をかぶって、ぼんやりと霞が出ました。それでも考えるは、刻んで火を入れました。ガード席の水は濁って大変に増し、地方の肌や続きからすっかり水の中になりました。飛び込むのはちょっと怖いくらいです。ガラスはけれども一本の中からちょっと水に飛び込んで、つい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 泳ぎました。泳ぎながらどんどん流されました。それでもとにかく向こうの岸に登りました。それから苔の上をずんずん通り、奈良の木の下のブンガエルのお家に来て、高く叫びました。案内は、またくちゃくちゃ林の中を通って、すすきの中のベンガエルのお家にも知らせました。そして考えは、またくちゃくちゃ林の中を歩き、ぷいぷい川の先を泳いで、お家に帰って、やっと安心しました。ちょうどそのころ、ブンガエルはベンガエルのところへやってきたのでした。こんにちは。こんにちは。はい。いや、君か。入るよ。カンが来たろ。なんとかひどい目に合わせてやりたいね。僕がね、うまいこと考えたよ。明日の朝ね、雨が晴れたら月光姫の前にちょっと散歩しようと言って、あいつを引っ張り出してさ、あそこの早いパリを歩いて、僕がもう一人になりたいからな、バーッと離してさ、危ないよ、帰ろうよ。意識が両方からまだやってないかなりの動物を見ながら、
そこでカンガルーは初めてルラガエルと一緒になり、他のカエルもそれからは心を改めて、みんなよく働くようになりました。